たのね。メリー、これが新世代のジェダイへの鍵だ。祝福するわ、あなたたちを。でも私の姉妹は帰ってこない。ああ。粛清の後、俺は長い間一人だった。隠れたんだ。そう、正体を知られるのが怖かった。俺の過去でも変わった。大切な友人に言われた、銀河で人生を見つけろと。それを聞いたの？な、いや、でも人生は無理にでも人を前に進ませるものなんだ。そしてここに来た。俺も驚いてる。前へ進む道。一緒に行くわ。本当か？私はずっと一族の復讐の機会を待ち続けてきた。もう待つのは終わり。一緒に戦わせて。ナイトシスターとジェダイの道は異なるけれど、残った者同士助け合う。ああ、それがいい。お前はどう思う？そうだな。船の仲間には説明が必要かもしれない。それなら始めましょう。進めないぞ。前のも君が上に。そうよ、マリコスをどうするのか見たかったの。試したのか。そうよ、手を貸す気はないのか？必要ないよ。あの仲間の女性って誰なの？シアか。どうして知ってるんだ？仲間を見たことがある。マリコスは殺せと言ったけど敵意は感じなかった。シアはまあ元ジェダイだ。話せば長い。聞いてみたいわね。船で会いましょう。
見つけたのね。お、誰なんだ？それどういうつもりなんだ？一緒に行くということ。シア、グリーズ、彼女はメリー。おい、魔女だろ？違うか？ライトシスターよ。何も怖がることはないわ。おかげでアストリームが手に入った。一緒に戦った、信用できる。なら信じるわ。あなたはそれを証明して。分かった、いいよ、座ってくれ。ただし変なことはしないでくれ。歓迎するわ。上々だ。言葉がわからないの。いけるか？ボガーノだな。コルドバって人は俺の船を随分酷使してくれる。彼は銀河中を見て回りたいと望んでいたわ。あんたもか。多くの星を巡ったわ。ゼフォとジェダイの霊廟や寺院をね。私と違って彼に限界はない。お供に見捨てられたおかしな老人か。彼はいつも一人で私といた時でさえ自分の研究と未来のことで頭がいっぱいだった。常に旅をしていつも時に追われていた。彼が一箇所に留まっていたのはボガーノが初めてよ。短い間だったけどね。座れ坊主、もうすぐ着く。使えるかな。コルドバは使えたわ。あなたならできる。大丈夫よ。なあ、腹空いてないか？スカッツのステーキでも焼こうと思ってる。邪魔しちゃったかな？いいえ、船長。ここまで来られたのはあなたのおかげよ。まあ俺は。本当だ、グリーズ。まいったな。うまくホロなんとかが見つかるといいな。ホロクロンだ。本当に探すのがいいことなの？どういう意味？リストの子供たちをジェダイにするために故郷から連れ出したら、その子たちも追われるんじゃ。どちらにしろ帝国には渡せない。帝国を倒す助けになるはず。おっと、予定変更、到着する。あ、グリーズ。なんだ？私はレアでお願い。ああ、分かった、俺に任せておけ。ここは何かおかしい気がするわ。ここはエネルギーが違うわ。ダソミアとは違うな。ええ、ダソミアは複雑で闇から古い力が湧き出るようだった。ボガーノはもっと単純けれども、うまく言えないわ。ここは特別だ。だから宝物庫を建てたんだな。ホロクロンは一体どこに？何かあるのか？この星は何世紀もの間知られずにあった。何もしなければ本当にその子供たちは危険だったのかしら。ちょっといい？なんとかここまで来たけれど、宝物庫にはまだ謎が多いわ。大事なのはコルドバが収めたホロクロンだ。手に入れる。コルドバはあえて危険な関門を用意してる。俺を心配してる？子供たちを訓練するには人手がいるの。大丈夫だよ、BD もいることだし。そうね。とにかく気をつけて。これまでにない試練になるかもしれないわ。分かった。二人とも用意はできてる。
無理はしないで。なあ、まあいいか、あれを取りに行くんだな。ホロクロン。ああ、覚えてたか。来るか。まさかお断りだ。俺が言いたいのは、そう、探してる子供たちはお前に感謝すると思う。いや、全員にだ。あんたも仲間だろ。その答えを期待してなかったとは言えないな。というのも、魔法じゃどうにもならんこともある。例えば、現実的な視点と模範的行動、手本となる誰か。船の操縦は高度な技術だ。俺がいないと困ることになる。覚えとく。ああ、そうだ、それがいい。幸運を。何かいいものでもあったか。さすがだ。何か変な感じが。おかしな話かもしれないが、アストリウムかも。宝物庫に近づくほど感覚が強まる。気をつけろよ、まだ本当かわからない。
よし、行くぞ。調べよう。ここに我々の文明の記録を残しておきたい。我々は優れた知恵と技術を持ちながら滅びに直面した。教えによって目が曇り、調和の道を外れ、我々は次第に慢心し、腐敗していった。強く秩序を求めると、我々は没落していったのだ。私は残った者たちを大いなる道へと導く。その先に平穏を見出せることが期待している。道を教えるんだ。マスターケスティス、まずは肉体を鍛える。フォースで何なの？全員集まれ。マスターケスティス、僕らは帝国に見つかるかな。
カール・ケスティス。投降すれば若いのだけは殺さない。それでいい。ひざまずけ。なんで？しては学んできたようだが、お前の才能は何度も失敗を繰り返し続けるその愚かな諦めの悪さだと思っていたが、ブラッカで俺を逃したのが間違いだ。利用しただけだ。陛下への献上品を手にする機会のためにつまらないパダワン一人を泳がせてみた。俺がホロクロンを諦めると思うか？それはないだろう。戦いには付き合ってやる。だがお前はここで幼いフォース感能者たちの運命を明け渡すことになる。お前の命もな。お前も言ったはずだ。俺は諦めない。シアは鍛えてくれなかったのか。ないで、別れたら危険だわ。ダメ、私は連中を引き離してからまた戻ってくる。子供たちをお願い、トリラ。フォースと共にあらんこと。マスター、行かないで。トリラ、ねえ、どうなるの？大丈夫よ、大丈夫。No.
相手だ。過去を見たんだ。あなたとトリラ、何があったのか。俺が間違ってた。俺は身勝手で愚かだった。どれだけのことか分かってなかった。ホロクロン奪われた。場所は分からない。トリラがああなってしまったのは私の責任よ。そしてこれから彼女がすることは全て私の過ち。俺たちの過ちは過ぎたことだ。そして責任を果たすには次に何をするかが大切なんだ。あなたに教えられた。そうね、彼女の行き先はわかる。要塞がある。ジェダイの墓場、尋問官たちの本拠地、拷問が行われてる。私はそこから逃げた。戻るとは思わなかったけど。今度は一人じゃない。友人が一緒だ。いいえ、ジェダイが一緒にいる。膝をついて。評議会に与えられた権利とフォースの意志にのっとり、カルケスです。立て、ジェダイの騎士。あなたは負けない。あなたもだ。あなたはよくやっているわ、カル。来てくれてよかった。銀河を救わないとな。楽ではないわよ。覚悟はできてるのね。ああ、いける。隠れてるよりマシだ。私は銀河のいろいろな星を巡り、そしてあなたに会った。帝国を止めない限り未来はないわ。分かってるの？分かってる。いいわ。静かだ。静かすぎる。自然は好きじゃないのか？窓から見るならいいが、自然とは基本相性が悪い。いくら腕が4本あるったって、大抵の猛獣はな、俺を人の身だ。用事は終わった？
フリーズ、俺を呼んだか。あのツタ大丈夫か。大きくなってる。ああ、毎日あれを刈り込むのは大変だ。でも問題ない、刈るの際忘れなきゃ。それならいいけど。気に入られてるみたいね。また俺が評判に関わる。黙っててくれ。多分奴にとってはボクリングよりはマシってだけだろ。初めて会った時私にはそこまで懐かなかったわ。いい友達ができたみたいね。ドロイドはダメだ。いや別に含みがあるわけじゃない。連中とは相性が悪い。オイルがベタベタで話もあまり通じない。あなたと似てるわ。また、いやでも確かにそうかも。とにかく友達は間に合ってる。早くそこに座れ、もうすぐ到着だ。まずいな、いつものやり方じゃ連中の守りは突破できない。手を貸せるわ。何かあるの？儀式よ。この船を隠せる。タブ。儀式か？現実が得意なはずだ。おい、またまた、ちょっと待ってくれ。儀式には何かいるのか？クモツがいるわ。腕を一本もらえるかしら。なんだって？今のは冗談よ。先に行ってるわ。シスター、マザー、私に力を。シスター、マザー、私に力を。よくわかるが聞いてるみたいだ。うまくいきそうか。金をかけたっていい。行くぞ相棒。中に入ったら私は防衛施設を。マンティスが回収に来られるようセンサーを潰すわ。あなたはホロクロンを。分かれていくのか。闇が呼んでるの。多くの子供たちの運命がかかっている。中で何があっても何を見ても私には構わないで、使命を果たして。要塞に着くぞ。行くわよ。
届いた。これから行く。ロックされたドアがあるぞ。頼りにしてるぜ。あなたの命を終わらせます。尋問官を生み出していた。視野を拷問してトリラをダークサイドに落とした。ここを破壊しよう、ビディ。すごい眺めだ。
ここに電気がいる。下が道を封鎖された。どうしたらいい？カル、制御室を見つけて。考えがあるわ。多分ここがそうだ。ここに電気がいる。ここに電気がいる。外縁区画のシールドを停止できたわ。基部を浸水させてから中央部まで泳ぐのよ。派手な作戦だ。中で会いましょう。幸運を。了解。最高。あそこはガタが来てる。何か分かったか？